おはようございます。シャンクです。今日でね、レジェンドフェスが終わってしまうということと、明日でこのガチャが終わってしまうというところですかね。今日引かなければ明日200連が確定になるんですけれども、いや、できればフェスで引きたかったなぁ。というわけで、まあ多分出ないでしょうけど、やっていきましょう。いや、マジで出てほしかったな、200連。まあ、出ないよな。そうだよな。まあ、でもね、30連っていうだけで、いいでしょう。ちょっと待ったわ。なしか。はい、というわけで、それでは、ガチャの方やっていきましょう。はい、というわけでやってまいりました。ガチャですね。30連、引けますので、できれば21個出ていただければ幸いかなと。まあ、6%なので、10回、違う違う違う、100回引いて6個出る計算でしょ？っていうことは30連だから、2個期待してもいいのかなとか言ってたら絶対出ないんだよな。 いや、そうだよね。出ないよね。出ないよね。最低保証。 いやー、これは終わったな。うわー、終わったな。あ、1個出た。いや、でも最後じゃなかったからな。ここで何個出るか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あー、新キャラではないのか。何が出たのか。リアクションに困るわ。プロビデンスシリーズですね。はい。最後10連頼みます。よろしくお願いします。虹が見たい。お願いします。あ、ないか。ないか。そうか。まあ1個出てくれただけでも ありがたかったのかな。はい、というわけで私のレジェンドフェスはこのような形になりました。チケットも回すか。チケットも回すか。ついでだし。ガチャチケが2枚あるので、これじゃない。あ、ガチャチケは1枚か。そうか、回してたか。正月特別 S レ以上確定ガチャ、こちらの方ね、引いていきましょう。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではシャンクでした。